元の若手アスリートを支援している明治安田生命。今回は新潟社からの地元の元気ニュースです。地元 J クラブアルビレックス新潟と共同で小学生向けのサッカー教室を開催。経験の少ないお子様にもプレーを通じてサッカーの魅力をお伝えしています。また2022年7月には佐渡市でも初めて開催し、参加された皆様に大変喜んでいただきました。さらにアルビレックス新潟とはホームゲーム時に握力測定会を開催。毎回200名以上にご参加いただいています。また道の駅で骨密度や推定野菜摂取量の測定ブースを出展しているほか、公民館では認知症予防や相続のセミナーなども実施しています。これからも明治安田生命新潟支社は地元の元気に貢献していきます。